やっちゃうよ、ライドです。そしてボンジュー、ボンジューだダウです。ということで、はい、今日もやっていくんですけど、はいはい、はい、ということで、今日はね、ブラスタです。ちょっと待って、うん、ツッコミまだツッコミいらんかなと思って俺、ブロックってキャラ最近ゲットしたのトロフィー1000行った時もらえるじゃん、こいつ、うん、で最近トロフィー1000行ったんだけど、うん、こいつマジでボンさんにしか見えなって思ってサングラスと頭だけ、ちょっと日焼けしたボンさんだなって思ってサングラスと頭だけでしょにしか見えん、俺はツッコミやっちゃった。ボンさんか、ボンさん見て、俺キャラクターほぼ完走してる。やばすぎでしょ、ミカさん全部完走してんじゃん。あとさ、レオンだけ持ってなくて、宝箱何回引いても出なくて、俺もレオン出ねえんだよな、ね、こいつ欲しい、一番欲しい、欲しいな、ね、正直黒が一番弱いんかな、レジェンドだと。うん、そうだ ね、間違いないね、それに関して。スパイク使い方を知りたい、俺は。スパイクは割とどうだろうね、なんか中距離、うん、いや難しいね、スパイクは。そうなんだ、うん、じゃあ俺スパイク使おうかな。ダメです、僕乾燥してるんで。あ、そうすか。お互い今日乾燥でいきましょうそうですね、乾燥何があんの。ダイナマイクだけ、俺はこいつだけを、うん、もうこれ今までの報酬全部をダイナマイクに捧げてきて、こんなに好きなの。うん、まあ普通に使い込んでるかな、結構。ってことで、うん、えー、まあ俺らがブロス始めたのは世界大会終わってからなんで、まあ言うて今1週間ぐらいかな。これ1週間ぐらい、うん、俺もカナダリリースやってたんですけど、言うてトロ400ぐらいでやめてたんで、まあ、うん、1週間でトロ2000伸ばしたみたいな感じで、うん、まあ、多少ね、まあ自分たちが楽しむために課金は多少はしたけど、全然トロ上がんないね。クラロワ感覚でやってるとさ、クラロワって勝ったら30ぐらいだけど、うん、なんかブロスタってなんか5とかね、7とかさ。そうだよね、そうそうそう、だから本当に無限にやり続けなきゃいけないみたいな。1万6000とかやべえな、やべえ、やばいわってことで、今日もね、やって、今日はまあ初ね、ブロスタのやんですけど、まあみかんさんと一緒にやっていこうかなと。何やんの。思います。とりあえず、デュオのバトルロワイヤル、うん、ああこれ2人でやるやつか。そう、いい、ね、行きましょう。オーケーオーケーオーケー。とりあえず、うん、まあね、楽しい様子が伝わればいいかなと思っていますね。これ結構作戦、ちょっと待って、俺まだ始まってないんだな。何してんすか。今動ける、左見てきていい？オーケー、いいよ。何もなかった。オーケー、右、あのあれ、バーリーとブルがいる。オーケー、から俺は左からどんどん回っていくか。そうだね、うん、あいつら右行ったから。あ、右上にレオンがいる。ちょっとちょっかい出してウルトためるか。よいしょ、はい、よいしょ。この中にいるよ。オッケー、ナイスナイス。あー、でもこれやばいな、やばいやばいやばい、調子こいた調子こいた、ちょっとやばいな、みんな強すぎんか。調子こいた調子こいた。俺らのとこだけさ、宝箱ないのひどくねそれな、ね、なんか買い占めの前に3人ぐらいでやつおるのにさ、囲もうぜ囲もうか。俺らもね、角から行きたいよね、うん、ね。これ徐々にさ、マップが詰まった。やばい、いるいるいる、左下に、多分シェリーだな、これ。ここいるくね、この中いるよね、この茂みの中。エルプリモがいる。いるね、やばい。あ、こいつ倒せる。あ、待って待って、やばいやばい、危ねえ。ウルトで抜かれる、ウルトで抜かれる。あー、お前グンネス。あ、でも相打ちみたいなとこあるの。ちみかんさん復活するまでこれ帰ったい。あー、逃げろライキー。やばい、待って、お前それ自爆じゃね。ミスター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 だけ、ミスターだけ。オッケーオッケー、任せ。お前やったら、ルクマうちのライキーじめてくれ。いけいけ、やれやれやれ、分からせろ分からせろ、逃げろ逃げろ逃げろ。やばいやばいやばいやばくね、やばくね、やばくね。あ、何してんだよ、いけろよ。違う、俺ならいける気がしたんだよ。いける気がした。ごめんなさい。それならしゃあない。それならしゃあない。いける気がしたならしゃあない。ちゃんとやろう。ちゃんとやろう。ちゃんと本気出そうぜ。本気出そう。本気出そう。ちょっと甘えてたな。甘えてた。まあ、こういうゲームで一応箱を取って、自分たちのね、うん、まあ多分1回はキヨキヨさんとかドウさんの動画見てる人もいると思うんですけど、まあ一応ね、見てない人のために、こういうのゲームは、今見た箱をね、自分たちで壊して、うん、それでなんか1みたいなエメラルドみたいに拾って、うん、エメラルドを拾うと基礎値が上がるんですね。攻撃力とか体力が、攻撃と体力がね。そうそう、まあ単純にまあレベルが上がるみたいな感じなんで、そうそうそう、これ上行くね。オッケー、でそのまま2個取っちゃって。オッケー、あ、こっちの先の方が良かったな。そうそう、うん、まあどっちでもいいんじゃない。とりあえずなんか目の前のちゃんと取ろうよ。
オッケーオッケー、上から来るよ、上から来るよ。俺上のやつ牽制する。あ、やべやべ、お前ちょっと待って、やべやべやべ、これやべ、ちょっと待って。あ、右から来てる、右から来てる、ま、右からマリコしてきてる。やばい、逃げろ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 、全力で逃げろ。左下からマリコしてる。やばいやばい、あんまり行かない方がよくね。ちょ、真ん中から攻めるのは無謀じゃない、さすがに。ヤンキーヤンキー、これさ、カンストのさ能力でさ、うん、そうブロスタってクララと違って、うん、レベルがカンストすると能力がつくんですよね、特殊能力が。それでこの爆弾、本当はない能力なんですけど、この爆弾の真上にいるとこれボーンってね、ジャンプすることに。危ない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 、やばいね、死ぬかと思った。ダイナマイクうざいな、壁から攻撃してくるからさ。そうなんだよね。じゃあ俺壁の向こう側行こう。誰かいない？ちょっと遊んでた。よしよし。あー、なんか来た、なんか来た。エプリマいけるな。なんかワンピースのルフィの格好してるやつ来た。あ、お、マジか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 、お前マジかよ、それずるいだろ。どうしよう、とりあえず隅から。とりあえず隠れたいね。漁夫塗りしてやな。俺あともう一回当てればウルトたまるから。そうそうそう。とりあえずなんか敵に気をつけつつ行きたいな。まあ、ウルトってのは、アルティメットの略で、まあ、必殺技ですね。この黄色のゲージが、まあ、我々がウルトと呼んでいるものなんですけど。よいしょ。OK。ダイナミックやれるよ。あ、待って待って、これだ。ずるくないだよ、ほんとキャラクター。いきなり殴ってくんだけど、こいつ。嘘でしょ。ちょっと隠れるしかないな。レオン君強すぎんか。あ、やばい、狙われる、これ。あー、いや、大丈夫、任せろ。お、逃げろ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 、ウルト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 、よし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 。ちょっと待って、ちょっと待って、無理だわ、相手無理だわ、これ。運悪い運悪い、じゃ囲まれてっからな、マジで無理だわ、これ。もうワンチャン、もうワンチャン。まあ、だっては、このステージは一人ブルがいた方がいい説がある。いや、俺らならいける、俺らならいけるか、それな。あ、なんだ、ブルとか考えたら俺がバカだった。邪道じゃね、邪道だわ。よしよしよし、まあ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 、まあ冷静にね、うん、冷静にいこう。コノスだとね、天ゴッドが一番うまい。あいつうまいよね。うまいね。ディスディス、これ3回当てるとさ、炎で壊れるんだよね、特殊能力で。へえ。よいしょ、拾っといて。はいはいはい。あ、下になんかいる。ちょっかい出してくるわ。俺は攻撃を貯めたいな。これ取りに来たやつをしばく。よいしょよいしょ。取りに来たやつをしばく。あいつ仲間か、あいつ。あれあれ、しばけなかった。怖い。あ、レオンとエルプリモと下になる。レオンとエルプリモ、レオン隠れてる説あるな、これ。じゃあ逃げるか。逃げよう、怖いし。あいついきなり近くからぶん殴ってくるから嫌い。怖いっす。怖いっすね。ずるくない、隠れるってさ。このゲーム抜いて見えなくなるってずるくない。それな、ゴーストぐらいにしとけよな、せめて。ちょっとうっすら透明でいいよな。うん。それって茂みに隠れなくても隠れるってことでしょ。そうそうそう、ね、もう全部が茂みみたいな。俺だけが茂みみたいな感じ。あ、なんか左下にいるね、ここいる。これもって俺だけかと思った。俺だけかと思った。いけるいけるいける。攻撃しろ攻撃しろ。ああ、もう一発だ。レオンくんマジずるいな。ウルト溜まってないな、レオン。やばいやばい。俺ら。ああ、ジャイアントマンの。フランケンくんがいる。フランケンくんのウルトが溜まっている。近寄れんの。やばいやばいやばい。フランケンのウルトマジえぐいよな。えぐい。来るぞ。避けてまーす。いいね。避けてまーす。とりあえず俺らは、てか俺か、外からレオンが怖いな。遠距離だから外から詰めようよ。中にいるね。よし、来た、倒した。待って待って待って、中にいるよ、11のやつ。あん中あん中、茂みの中。俺ウルト溜まってくから、ここでぶっ放していいかな。いや、待て待て待て、落ち着け落ち着け。俺らはこの後ステージ狭くなるから、うん、2人ともウルト持ってないと死ぬ、さすがに。 あのフランケン殴られちゃダメだから、殴られないようにしたいね。左からポコが来てるな。でも正直ここには入ってこれないと思うけどな。ねー、あ、これもうただ詰めていける。来た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 。オッケーオッケー、おら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 、オッケー、やるやんけ。いいね、12のなんかエルプリも1と4で縛いたな。それな、な、スタートークン取った、やったぜ。よし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 、はい、もうちょい、レオン多いね、もうちょいやろう。レオン強いな、うん、欲しい、あいつだけ持ってない。それな、課金箱から。ちょっとずるいよな。やばいな。いかんせん、めっちゃ課金してるもん。言わないで。それ言っちゃダメ。言わない、お約束。なんか、寝て起きたら乾燥してたくらいにしよう。あ、それな。うん、ダメ。そういうこと言っちゃダメ。
ブロスタートロ30ぐらいの時に大体のキャラ完成っていう。だからクララで言ったらアリーナ1でなんかジャイアントカンストみたいな。左取れるな、誰もいねえ。あ、来てるわ、うわ来てるわ。これシバコ、シバコか、シバコ、よいしょ。いいよ、いけるいける。うん、まあまあ、でも1個取っとくよ。 OK、まあ、こうやってね、取ると体力が今400だった。倒した、 OK、 GG。あ、左コルトいる。壁使ってこ、壁使ってこ。コルト壁越えられないから、その茂みの中いる。オッケー。上いないかな。上は。これ撃ってくれ。うん。逃げた。逃げたね、その茂みの中。そこそこそこ。オッケー、勝った。あ、やべ。復活して、復活するとね、しばらく無敵なの。やべ、やべ、ウルト出す場所間違えた。え、ウルト使っちゃった。使っちゃった。オッパッピー。まあまあまあ、いいや。オッケー、オッケー、ナイス。左してるよ。うん。で、あそこから多分敵復活するから、コルト死んだよね、一回。ウルト構えてんね。うん、よいしょ。右から来てる、右からも来てる。ちょっと一旦だけよ。右から来てる、右から来てる。何が来てる。シェリーと、わかんない、シェリーとタラだ。じゃあいけるな。いける、嘘でしょ。右から来てるよ、タラが。タラの分身みたいに来てる。タラ、ってことは、あれカンストタラじゃん。それな、分身ってことはさ、やば。いや、めんどいな。やばい。射程でどうにかなんないですか。オッケー、オッケー、GG。取りに来たらいける。オッケー、勝った。よっしゃい。うわー、ここで来るか。いや、10と4は結構渋いな。でもどっちもウルト溜まってないから、俺ら壁越しに行きたいね、うん、これ。そうだね、俺、あと1回当てればいけるから。ウルト溜めたら負けると思った方がいいな、これ。タラは。タラってあの忍者、タラやばいよな。あの近くに敵を吸い込むから、うん、右からワンチャン来た時がいる。えげいな。溜めてこうぜ。でもこれあれなんだよな。みかんさん、ためらんないかな。あと1回がさ、あ、来てる来てる、右から。あ、やばい、溜まった、これ溜まった。ごめんなさい、撃って撃って撃って、タラに撃って、タラに撃って。ドド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 ド、マジかよ、もうちょい、あと1900が。無理。これさ、ブロックのウルト全部当たんないんだけど、どうやって当てんの。結構散らばるくない。オートで撃ってる。オートで、いや、普通に撃ってる。普通に撃ってる。中心地を敵に合わせる感じ。まあ俺は、うん、もう俺も言ってたから打たしてるけど、うん、なんかまあなんだろう、相手が動きそうなところに打つって感じではあるけど、でも今みたいに、うん、なんか相手に余裕がない時だったら、うん、相手を追っかけながら後ろに、相手の後ろに打てば絶対当たるんだけど、相手にもう余裕、今俺たち1とかでさ、相手10だったじゃん、うん、余裕がありすぎてどんな動きもできるから、うん、そういう時大体当たらないみたいなとこある。なんか追っかけてる時とか相手が逃げたい時はその逃げ道塞ぐように打つって感じやってるんだけど、ね、最後に打つか、ね、そうそうそう、でもそれさ、仕掛けられたら終わりじゃない。まあ逆に、まあ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 、だからそのまあ読み要素っすね。ラスト行こう、おかわり、おかわり、これ1取ろう。なので1取って終わろう。ああ風なんて5年ぶりに引いてよ。ほんと風か、うん、最近引くのはなんか小中高ぐらいは。ちょっとあれかな、前いたもんな、俺ん家に来た時、先週俺ん家来た時さ、うん、なんかサンダルと半袖になんかめっちゃ薄いパーカーとかあったじゃん、ね、しかもあの時5度とか4度とかでちょっと舐めてた。東京の冬舐めてた。やっぱいや、右上、右上、 OKOK。 俺ちょっと下のやつら、あーちょっと警戒しとくね。これ1個は取れるな。あーん、やん、あん、あん、あ、OK、あいつやらそう。ほら、それ俺の、それ俺の。いけるいける、いけるいける、 OK、倒した。だ、近づきすぎ、近づきすぎ。やめて、こいつ強すぎんか、近くの攻撃。 OK、 お、やるやんけ。あ、リスポーンするまで待てばよかったな。あ、それな。そう、リスポーンしてから今の拾わないでみかんさんが上がってから取ったら、うん、ね、2人ともね、レベル上がるから、ね、2個取れたから。リスポーンした瞬間ってゼロから始まる。この CM の中に入りたくねえな、正直言って。こっち入りたくなくね。なんで、なんか誰かいたらやばくない。いないべ、ここは多分いないかな。とりあえず俺がぶん投げながら行くけど、多分いないと思う、ここは、うん、ここいなくて多分右上の方とかにいると思うんだよ、ね、みんな上かな。なんだかんだチーム2つ死んでんな。そうだね、うん、8のチームが2つあるからだるいね。今死んでくんねんかな、ウィザードのやつの。俺らちょっかい出さないで、恨みかってさ、8のチーム2つに狙われたら嫌だからさ。レオンか、ウィザードとレオンが仲間だな。なるほど、恨み買われたくなくね。お前そんなことするから、うわ、あ、まあまあまあ、命がけで1個回収してきた。
命がけで。あ、いいよいいよいいよ、やばいやばい、レオンがめんどくさい、レオンがめんどくさい、来てる来てる来てる、やばい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 、恨み買った恨み買った恨み買った、あの相手やられるくね、よっしゃ、俺が死にそう俺が死にそう、回復しよう回復しよう、やべウルト、レオンのウルトが溜まってるから、うん、ずるいな、いや左下のさこの壁使おうぜ、あそっちにまだいける、よいしょ、よし倒した、2人倒した、オッケー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 、俺もウルト溜まってるよ、ちょっと待って待って、中にいる中にいる、ウルト溜まった俺、これ拾って、ちょっと待って待って待って、ごめんちょっと待って、あジェシーがめんどくさいね、中にもられてるけど、あいつらも隠れ場がない、撃った方がいい撃った方がいい、ジェシーっていける、ジェシー倒した、ジェシー倒した、あれ絶対拾いに行くから、待って待って、俺も死んでる、おいしゃい、やるやん、ありがとうございます、すいません僕下手くそだ、ほんとにもう下手くそすぎて勝てなくて、すべてをキャラレベル乗り越えようとしてるけどダメなの、やっぱ上手くなんない、まあまあほんとに教えてほしい、やればいけるな、とりあえずヤピマルさんと山田さんに土下座するか、俺らでちょっと土下座しに行こうか、ちゃんとツイッターフォローしてチャンネル登録してるからワンチャンいけるな、土下座しよう、あ風邪ひいてるから、それなんか多分風邪ひいてるからね、それ分からないし、うん、OK ってことで、まあこんな感じのゲームで結構まあね、正直な話は、うん、一人でやってると、うん、めっちゃなんだろう、トロは上がったりするかもしれないけど、うん、やっぱり人とやった方が面白いんで、ね、やっぱこれクララとかと同じで、うん、最初は、うん、もしかしたらなんか一緒にやる人とかいなくても、うん、なんかこういうねクランとかに入って一緒にやりましょうっつって、そっから仲良くなる時とかあるからね、あと配信すると視聴者が一緒にやりましょうみたいなのもあるから、うん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 、その配信でミラティブってアプリがあるから、それで配信するといろんな人が集まってそうだね、でなんか同じぐらいのトロフィーの人と、うん、まあ、ね、やってみると結構ね、うん、まあ上達もできるし、うん、なんかおーいとかなって、まあね面白い時もあるからね、絶対何人かやった方が楽しい、まあ、そうだね、うん、それは間違いないってことで、まあこんな感じで、まあね日々、まあブロッサの動画もねちょっとずつ上げていこうかなとも思うんで、うん、まあそうですね、まあ見てくださいという感じで、はい、今日はこの辺で終わります、お疲れ様でした、はい、あとです、あこちら